さて今回は援護の町に種火を取りに行くところからやっていこうと思います。過去の援護でいいんだよな、いいんだよね。ここが久しぶりだな。ここの町に行くのもまたなんか変わってたりしてね。パミヤばあちゃんのところに行けばいいかな。平和だってコスタール編もあともう少しで終わりかな。よし、じゃドラクエ7がな、ちょっと思ったよりも長かったんだけど、ビルダーズ2が来るまでには確実に終わるから、その間になんかドラクエを入れようかなって思ってるんですが、ちょっと今ねドラクエ7終わった後のことをねちょっと今考えてるんですよね。まあ一番の有力はドラクエ11の縛り実況かなと思うんですけれども、まあちょっとこの辺はお楽しみにしててください。ビルダーズもねもう一回やり直したい気持ちあるんだよね。あれも面白かったよな。エンディングなんか普通に泣いちゃったし私楽しみだビルダーズ2。さて援護の街、まさか孫の顔まで生きてる間見られると思わなかったよ。長生き遊ぶのに、あこれおばあちゃん、おばあちゃん、この家の人じゃない？旅に出るかどうか迷ってたお兄さんよ。そう、で、結婚するところまでは見たよね。でも子供ができて、孫か、おばあちゃんにとっては。もうこの前に骨を詰め、あ、マジか。私、本当は女の子が欲しかったな。そしたら踊りを教えてあげられたのに残念。あ、踊り子さんなのかな。よかったね。というか、だいぶ時間経ってるな。びっくりだよ。わお、わお、わお。こんにちは。あ、ここは特にないか。で、一回回復したいんだよね。やったからちょっと宿屋に泊まろうかなと思いますけども。変わるねえ。あと、援護の名物といえば、おばあちゃんぐらいかな。娘の作る料理というのもなかなかいいものですね。あ、ここはなんか、あれ、料理下手な、なんか娘さんがいる家だったっけ、どうだったっけ、適当ねんや、えいってこりゃこりゃ。料理ってさ、普通のご飯作るんだったらまあ目分量でもいけるけど、お菓子作りはね分量きっちり守んないといけないからな。はい、だから私お菓子作りはできない。はーい、よし、ここはどこかで見たような、なんかこの辺全然覚えてないんだけどさ、こう援護の村だよとかさ、村のこと言ってくれる人も変わってんのかな。昔と昔、炎の山が爆発するなんておかない予言もあったけど、この村は平和そのものさ。あんたたちもしかして、いやそれはないわね、あれからもうだいぶ経っちゃったし、あの人たちもいい年のはずだわ。あ、ね、あれなんか見返せる、私のこと好き好きなら目をつぶってよ、そしてチューしてって。ドキドキ、やばいやばい、これ見てよかったのかな。ここが村長さんの家でしょうか。ちょっと先にこっち行こうかな。あ、やっぱ種火ここか。あららららら、こんにちは。なんとムードのたちがこれを懐かしい、いやおかわりないようで、ところでわしに何かご用が終わりのようじゃが、はい、種火ください。しかし聖なる種火はこのまま大切な高物じゃ、おいそれとわけできませんな。あ、新書を渡しますね。これはハム、なるほど、わかりました。我々にできることならご協力いたしますぞ。下の部屋にある炎こそ聖なる種火です。じゃあそこにいる者に言ってくだされ。ありがとうございます。そうだね、どうやって炎を持っていこうか。そうだな、うん、あ、空き瓶に入るものなのか。ありがとう。案外シンプルだったね。なんか火を入れる器はもう取ってこいみたいな感じにならなくてよかったわ。やばい、これは転ぶわけにはいかねえぞ。あっ転んだらさ、火が消えちゃいそう。おばあちゃん、
あ、変わってない。あれ、この人は？あ、あれ、エルマさん。あれ、エルマって名前だったっけ？お弟子さん。お弟子さん変わったのかな？さあ、まあ帰りましょう。よいしょ。さあ、ここかな？種火を上に。ん？わしは何もしとらんぞい。お城のメイドのやつ、わしがアニス様の寝室にいなかったかなどと変なこと言いよって。あ、そんなことより援護の村のせいな当たり火は手に入ったのかね。あれは北の大灯台の災難に捧げよう。この、あ、北の大、また大灯台行くの？ちょっと待ってよ。ちょっと待って、ちょっと待って。あれ？ここでいいの？ここでいいんだよね。北の大灯台。大灯台って、バリクナちゃんいたところだよね。ここじゃないの？この灯台森のおじいさんって明らかんとしてるけど、あえて息子さん亡くしてるんですよ。なんでも北の大灯台の灯台森を任されてたとか、魔物が増えてきてから止めるようにって王様も言ったらしいんですけどね。俺なら絶対そんな危険な仕事できないっつうの。ああー、大灯台行かないといけないやつか。あれ、ここじゃなかったっけ？あそこね、登るのすごい面倒なのよ、北の大灯台。まあしょうがない、行くしかないな。じゃあ移動しまーす。畜生。さて頂上たどり着きました。ではここで種火を置く。もう祭壇に聖なる種火を灯した。うん。あ、結構、あっさりやな。ボッて、一瞬すごい勢いで燃えて、それから空がパーってなったね。なんだなぁ。はぁ、ムンドの、やりましたね。アニエス殿を探していたら、突然あたりが明るくなって魔物の気配が消えたので、急いで駆けつけました。はぁはぁ。おせなる王の方がやったついに封印を解かれたのだ。俺は王将に戻ってからゆっくり伝えるとして、ともかくみんなのところに戻らなきゃだろう。この炎を王将の灯台にも運ばなきゃ。ちょっと失礼。では皆さん、我々と共にお城までお越しいただけますか。さあ参りましょう。さあ平和が訪れたよ。実はね、これね、灯台登ってる時にはぐれメタル3匹ぐらいに出会って、討伐したらね、レベル上がったわ。タラナッタッタッターンが響き渡ったわ。タラッタッタッターンが。やっぱメタル系枯れると気持ちいいね。さあムーン殿、ここからはあなたがこの聖なる炎をお持ちください。あ、どうもどうも。さあさあどうぞ中へ。お城のみんなや王様がお待ちかねですよ。はーい。あれ、まずこっちの灯台にも火を灯さないとダメかしら。よくぞ戻られたムンドの。あなた方は我々の英雄だ。まるで社会が戻ったかのようじゃの。ありがたや、ありがたや。ムンさんたち素敵よ。イエー、嬉しい。はい。数年前、闇に封印された時にはもはやこれまでかと諦めかけたものだったが、かつてのシャークアイたちの不屈の精神を忘れず、今日の日を諦めずに来たことがあなた方との出会いを導いたのではないかと思う。我がコスタル国を代表して心より感謝申し上げる。本当にいい国王さんだよね、ここね。あ、なんでしょう。マーデドラゴンの一族を率いる僧侶に代々伝えられるという伝説の剣。かつてシャークアイが最後の戦いに出航する前夜、桃井にとわしにくれたものだ。あ、これムンちゃん持てそうだね。アニエス殿はまだ見つかっておらぬが、ここにおられれば同じことを思うに違いない。水流の剣、絶対強い。見た目もかっこいい、イケメン。さあではこの城の灯台にもその松明で聖なる炎を。え、アニエス様のお部屋にまたあの汚らしい老人が。あの灯台にいた人か。
なんじゃなんじゃ、汚らしいと失礼な女子じゃの。海底の水の精霊様にお仕えするものじゃ。海底のグラコスか。いや、グラコスは倒したぞ。お前さんとジャニーズを探しておったじゃろ。じゃから伝言伝えにな。お前さんは話が分かりそうじゃ。担当直入にアニエスも海の中におる。やはり海に身を投げられたので、なんと謝ったことを。これ勘違いそうでね。誰が死んだと言ったのじゃ。アニエスはもうずいぶん前から神に祈っておった。どうしても社会に会いたいとな。じゃが彼の船には永遠に呪いの氷の中、たとえ魔王が滅んでも氷が溶けるのは数百年も先のことになろう。当然その時にアニエスもお前さんたちも生きておらな。じゃがアニエスは願った。社会が目覚める時までどうしても生きていたいと。その思いは遥か海底のわしのところまで届いたものじゃ。わしは大した力はないが、海に生きる者にならこの手で命を与えることもできる。アニエスは決心した。その身を海に生きる者として永遠に夫を待ち続けること。なんかあれだな、パイレーツ・オブ・カリビアを思い出すわ、この展開。わしはアニエスを迎えに来たのじゃ。なんとそのようなことが。アニエス殿はそこまでの決心をされたというのか。わかりじゃろうが、わしは大した力を持っておらん。一旦人魚となり永遠の命を与えたアニエスをまた人間に戻すことまではできん。しかしこれでアニエスは社会の目覚めを見守ることができる。コスタローさじ、皆さん今まで本当にありがとうと、そう伝えてくれと言っておった。アニエスのことを悲しまないでやってくれて。おばしゃ、これで帰るぞ。愛だね。おお、浮いた。お待ちくだされ、お聞きしたいことが。この地が封印された時、失われたアニエス殿のお腹のお子は、あなたのはもしや何かご存知なのではありませんのか。ほんまそうじゃな。まるでドラゴンは遥か昔水の精霊の力を受け継いだと言われる一族。うん。しかもその僧侶には代々その身に精霊の紋章を持つ者がなったと言われておる。なばアニエスの子、つまり社会の子は精霊様の守りを受けておるかもしれん。これはわしの勘でしかないが、社会の子は魔王に奪われたのではなく、精霊様が守られたのであるまいか。おそらくどこか安全な時代を運命を託されたのかもしれんが、わしは本来人間の世界を首を突っ込むことは禁じられておるのでな。実のとこまでよくわからんのじゃよ。ほう、そうだよな。子供問題。なんという深い愛であろうか。しかし海底王のおっしゃるように悲しむのはやめておこう。アニエス殿は自らの意志で運命を選ばれた。我々も行く道を切り開こうではないか。あ、はい。ついにあれか、現代のあの氷漬けにされてる船を解く時が来たか。ぽい。あったけー。これからね、焚き火とか炎が恋しい時期になってきますね、寒くなって。ほんとこの家良かったよな。子供戻ってきて。その夜、祝いの宴は続き、人々は実に何年ぶりかの安らかな眠りについた。そして翌朝。そうだ、私装備あれもらったやつ、最良だけやもん、持ちたいんだけど。ではやはり出発なさるか。お別れするな。残念だがこれきりという気はしないの。旅の途中で気が向いたらまたいつでも立ち寄ってくだされ。例えば社会の思い出話などもほとんどしていなかったしの。え、この国の学士から社会たちのこと少し聞いたと。そう、長い回想でしたね。はて、確かに昔はこの国に腕のいい学士がいたが、彼は病に倒れて今はおらぬ。そうか。え？ちょ、急なホラー展開やめてやめて、マジで。え？あ、ホビット族のところに行けと。水流の剣かっこいいよね。やばいよね。人魚に姿を変えてまで愛する夫との再会を願うとは、なんという深い愛でござろう。それじゃあ、あの学士さんって幽霊だったの？それともやっぱりあれは夢だったのかしら。マンはどう思う？やっぱりあれ現実にあったことなのよね。世の中に不思議なことが溢れているわ。やっぱり旅に出てよかった。ちょっと待って、じゃあ今いないのか、あの学士。え、上だったっけ。
ちょっとホビット族のところにも行きましょうかね。ここに、ここにいたよね。いなくなってる。あらら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 、ちょっと待ってよ。怖っ。ちょっとそれは、あ、強いね。やばいやばい。いいですね。はい。はい。あと、奇跡の剣をおじいちゃんに渡そっか。そうね。あ、でもアイラでもいいけど、おじいちゃんだな、やっぱ。おじいちゃん。はい。よし。あ、で、どんどんどん。あの、お下がりを渡すスタイルね。あ、まどろみの剣弱いのか。そっか、ユバールの剣強いね、そう思うと。ほほー。じゃあちょっとね、ホビト族のところ行こうと思います。さて、到着しましたが、村長さんの家かな？外の世界の封印が解けた気配を感じられて、長老様があんた方を待っていたんだよ。お！じゃあここに宝箱欲しいんですけど、やっぱり来たな。平和になったからコスタローと仲良くしようとか言いに来たんだろう。まあそうでもそうでなくても構わんに、あんたに渡すものがあってよ。こいつの宝物庫から持っていてくんな。あんたの旅の役に立つだろうよ。何コスタローとわしらのことな気にすんな。あいつもあめてなかなかの男よ。わしらの気持ちはわざわざ伝えにも分かってやに違いねえ。まあいい王様だと思うからな。そうだね。長老さんってばなんだかんだ言って王様のことしっかり認めてるのね。うん、頭もいい。そう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 。だからコスタールの王様あれだよね、久しぶりにいいなってあ、この王様いい王様やなって思ったからな。あ、ありがとうございます。よいしょ。お、海鳴りの杖とエビルタートルの心。あ、そうそう、あのこのモンスターの心の使い方ね、ちょっと前だけど教えてくださった方ありがとうございました。助かりました。あ、まだね使ってないんだけどさ、ちょっとあまりにも強すぎてさ、今のパーティーがやっぱなんかあれかな、上級職様々な部分があってさ、レベル上げしなくてもこの職業の力で勝てちゃってる部分があるからさ、だからなんか無理に熟練度上げとかしなくてもいいかなって思ってあえてやってないんですよね。だからまあもうしばらくしたらね、ちょっとまたレベル上げが必要になってくるかもしれないので、その時にいろいろやろうかなって思ってますけど、モンスターの心習得ね。ありがとうございます。さてさて、骨付き肉と、さあ現代のコスタル編はまた次回かな。何気にあの北の大灯台とさ、このホビット族のところ行くのが結構道なりが遠くて、道が遠くて大変だったんですけど、誓いの様が愛したコスタローもいい人だったのかしら。いい人だと思うよ。やっぱあれだわ、あのレブレサックがあったから、この他の町がちょっと問題あっても全然動じないわ。主君皆様が人間を好きになった気持ちだけは分かってやろうと思っとる。よしよし、それでええんや。じゃあ帰りますか。ちょっと現代のコスタール見て終わりにしようかなと思いますね。ここからディレミと行けますか。あ、無理。無理。わしらの太陽様がまた拝めるようになってから元気が湧いてきたんじゃ。うん。帰る。じゃあちょっと現代のコスタールまで向かいましょう。よし、到着。平和な村な感じするな。で、石場の花あるな。コスタールの国。ういすういす。世界中から旅人たちが訪れる港町だ。あ、ここにあるの？石板。あれ？誰か持ってらっしゃるのかしら。
また高崎の若いもんはカジノカジノって遊んでばかりでけしからん。あ、ここにカジノがあるのね、コースタールに。ポーカーで勝てなくてよ。カジノの街になってる。なんということでしょう。大昔に流した最強の海賊マルトラゴンは魔王の呪いで氷漬けにされたらしい。そして未だに氷漬けのままどこかの海をさまよっているという噂だ。もう見つけてるんだよな。場所は分かっとるんや。でも氷の溶かし方が分からんのよね。神父様がお仕事でお出かけなので私が代わりにお伺いしております。では、あ、よし、じゃあちょっと今回ここで終わりにしておこうかなと思います。では次回ここの現代のコスタールの街の探索からやっていきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。